はい、どうも皆さん、トライアングルです。今回ですね、こちらヤマタノオロチ降臨、ついにっていうかね、ケルベロス降臨に次ぐ、2体目の、限定スキン出てきました。はい。で、まあ、多分今これ投稿してるのが3時だと思うんですけど、現在ですね、おそらく今からもう、実は期間中に全てのチャレンジをクリアして、ニョロっていう、シリーズスキン3種を集めようっていう。これかわいいよね、このニョロ。今までケルベロスってさ、なんか犬の色違いだったじゃないですか。犬っていう書いてある。だからその、なんだろう、そのなんかね、やっぱりちょっとオリジナリティなかったんですけど、今回結構オリジナリティがあるキャラクターということで、これの多分色違いになるのか、それとももう全く違う形になるのか、ちょっとそこら辺も楽しみにしていきたいので、とりあえず現在多分3時で、この1時間後の4時にまあ、このニョロチャレンジしてみようかなと思いますので、まあ、どういう内容かは、まあ、ぜひ1時間後のね、動画を見ていただけたらいいかなと。だからそのまた多分チャレンジになると思うんですよ。その山あれあれ、ケルベロス、はい、ケルベロスみたいな感じで、そのなんか青逃げするとかのチャレンジになると思うんですけど、まあよかったらね、その一個一個どういう風にやっていけばいいのかっていうのもお教えできたらなと。このチャレンジを成功しやすくするためにね。だから良ければこの1時間後見ていただけたら嬉しいです。そして超高難易度チャレンジをクリアして、ヤマタノオロチ、これね、ケルベロスの時ってさ、超ついてた？ちょっと見てみましょうか、後でお知らせ。はい、これ超かっこいいよね。まあ、若干シルエット見えてるけど、これがスキンでゲット、これスキンでゲットできるってことなのかな。またケルベロス降臨みたいになるのか、それか前ケルベロス降臨の時はちょっとね、ちょっと拍子抜けだったから、もしかしたら神鬼的な感じで、そのヤマタノオロチの首がニューニューって出てくるかもしれないけど、まあ、ちょっとそこらも楽しみにしていきたいと思います。そして開催期間、9月27日から9月29日、まあこれがまずニョロですね。はい、だからまあこれも結局なんだかんだ2ヶ月とかかかるのはやめてね。せめて1週間に1回ニョロたち出してほしい。あんまり長くしすぎると絶対ハードル上がるからさ、ケルベロスの悲劇だったじゃないですか。そこだけはちょっとね、ぜひ、楽しみにさせていただきますんで、ケルベロスの時って、これケルベロス降臨だよね。これは、期間中は、違うな、これ一番最初がいい。最初の、ケルベロス、待ってね。ケルベロス降臨その間、これだ。で、クロベロス、何にも書いてないもんね、これ。ベロスシリーズをすべて所持してないと、ケルベロス降臨に挑戦できないぞ。コンプリートして地獄の番犬ケルベロスに備えようって書いてあるんですよ。だから、そのヤマタノオロチの時って超高難易度って書いてあるんですよね。だからかなり難しいんじゃないのかな。その、これ、超高難易度チャレンジをクリアしてですからね。ぜひ。いや、待って、これさ、期間中に全てのチャレンジをクリアしてで、ニョロでしょ？超高難易度チャレンジをクリアして、あ、でも、備えようか。じゃああれか。だから、ニョロが今まで、その、ケルベロスより、ダントツ難しくなってる可能性もあるけど、まあ、でも、所詮3日間だからね。まあ、ケルベロスと一緒の感じかな。まあ、そこに関しては、ケルベロスと一緒でいいとは思うんですけどね。正直ね。その、な、3日で、なんか、10連勝しろとか、5連勝しろなんて無理だと思うので。まあ、だから、でもな、正直、なんかケルベロスも正直事件じゃないですか、あれ。ケルベロス事件って僕言っていいと思うんですよ。その、ケルベロスのことがあったから、なんかね、もう、そういうステージに挑めるってもう完全思ってたんですよ。降臨チャレンジっていうから。もう挑めるもんだと思ってやってた分、なんか、ね、スキンがもらえるだけっていう。まあ、だけっていうかチャレンジね。なんか、赤ベロスで、青逃げ。青ベロスで青逃げ。あ、そういうこと。それは確かに全部持ってないとゲットできないねって思ったけど、そうじゃなくて、やっぱり、降臨がやりたくてやってたからね。でも多分な、今回もそうなんだろうな。正直、だって、そうしないと、うわ、でっか、びっくりした。だって、そうしないとあれだよね。ゲットできなかった人が降臨ダンジョン、その、ゲットできないというか、少人数のためだけに、そんな降臨ダンジョン作るとは思わないので、まあそれをもうちょっとは、それを思ったんですけど、でもさすがにそんなことないだろうと思ったらそんなことあったので、まあ多分今回もそうなんじゃないかなと思いつつやっていきたいと思います。あんまりね、その、
なんだろう、もうこれからおなじみになってくんじゃないのかなと思います、個人的には。そのなんだろう、新ステージ、まあもちろんね、いろんな考察しますけど、だからまあ1周年、要は1周年が始まってからいろんななんかパターンができてきたなっていう気はしますけどね。その要はなんだろう、要はいいループというか、なんて言えばいいんだろうな、そのそのあれだよね、そのあれ、激レアの、だから時間経ったら、フクロウの別の次の激レアが出てくる。で、次は、ちょっと経ったから、じゃあ次は、裏裏ステージの新しいのがまた出てくる。で、青鍵祭りも新しいスキンが出てくるとか。その、もう、イベントはそのまま固定して、まあ、スキンとか出てきたりするんじゃないのかなと。だから、今回のケロベロス降臨も、その、同じような仕様で今後、まあ、今回ヤマタノオロチでした。で、その次はなんだろう、トロールとか。なんかそういうなんか、そういうので同じような感じにやっていくんじゃないのかなと。下手に変えるっていうより、もうおなじみのを作っていく感じなのかなって思いつつ、まあ、でもできればやっぱり、ヤマタノオロチと戦いたいよねっていう気持ちなだけなので、まあ、それでね、また同じかよって言って文句言うつもりはないです、正直。そういうパターンを作っていくっていうのも全然ありだと思うので。まあ、でも個人的な感想で言うと、やっぱり戦いたいかなっていうのはあるから、まあだから実際ヤマタノオロチと要は新しいイベントみたいな裏裏ステージみたいな感じで出てきてくれたらすごい嬉しいっていう、レベルです。はい、プレゼントでしか、サンキューです。私、そう、お金がかかっていると私の宝箱上げる速度は約 1.5 倍になる。そう、いや、このね、人鬼がね、地味にね、このステージ厄介なんですよ。人鬼っているじゃないですか。だからチビ鬼なんで今、なんか2体いたよね、トロッコ。なんかね、スキンに見える。これが。あの青鬼、チビ鬼がすごいスキンに見えてさ、いつの間にかやられてるってことあるんですよね。なんか、なんでやられたみたいな。あ、人鬼いたのみたいな。そういうことあるからね。これ2体なんていたらたまったもんじゃないから。ちょっと待ってよ、ここすり抜け。おらー、危ねー待って、怖い。人鬼怖いから、あーでもなー、来てる。あーでも、タルキさんやられちゃったんだ。まあでも、ありがたいことにまだ狙われ、危なかったね。今終われたと思った。ちょっと待って、落ち着いて。大丈夫、大丈夫。私は狙われて、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 ルッ！待って待って、落ち着き、サボース、すごい狙われてる、これ。狙われてるところの問題じゃないですよ、ハム太郎さん。ちょっと待って。パッキーハム太郎、いや、落ち着け、大丈夫だ、大丈夫だ。これが怒られるぞ。ちょっと待って。もう一周できる。もう一周して、あーしまったら、カイリさん取られちゃったってことは、これまずいな。同着だと正直負けなんですあ、でもカイリさん今あれ、毒切り踏んだな。なってくると、これは有利なんじゃないか。これは、あっ、いや、カイリさんのガスマスクが切れるのが先か、僕のガスマスクが切れるのが先。いや、でも多分カイリさん、もう結構触れてたと思うから、どうだ8。ガスマスク切れろ、ガスマスク切れろ、頼む、切れてくれ、切れてくれ、ガスマスク切れて、あー負けか、ぐー、いや、同着だと負けなの。いやー、なんて同着負けなんだよな。よし、じゃあもう一戦いきましょう。なんか結構このマッチョタクローだとすごい調子いいんですよ。最近ちょっとマッチョタクローにしてるんですけど、まあ母もあのね、動画を見ていただければわかるかと思うんですが、あー、これボットですね。まあまあまあ、母もあいチャレンジっていうか、この動画中の場合はね、このフレンドマッチに、切り替えていきたいと思います。もう母もあいとか、普段の時はもう部屋抜けしないんですけど、さすがに動画中にね、まあこれでボットになったら、もうそのまま、このままボット部屋でやっていくということを誓います。やった、言えた、トライアングルさん、よくやった。よかったぞ、トライアングさん、言えたぞ、早口言葉言えたね、やったね、生麦、生米、生卵、イエス、オッケー、さあ、行くぞ、オッケー、プレイヤービー当たりましたね、よし。さて、やっぱ不死鳥多いな。いやー、ガチャも引きたい。もうガチャもガンガン引いていきますよ。なので、今日もしかしたらガチャ動画出すかもしれないんですけど、今日もしかしたら鬼オンライン2本の可能性もあるし、まあ、違うかもしれない。はい。いや、トライアングさん、どっちかわかんないなら言うなって。はい。じゃあ行きましょう。開始までゴー。4、3、アンニュー、1。喋ることがないからってカウントダウンして逃げようとするなー。イエス。じゃあ行きましょう。さあ、青鬼に勝つ。あ、人鬼いますね。いや、でも、人鬼ゲットしたんだよな。メインじゃないんだけど。
いやー、メインで欲しかった、本当に人に。なー、メインでゲットしてたらもう頻繁に使ってたけど、今ね、サブの方で、まあ、持ってるんです。今ちょっと今携帯、ごめんなさいね、今撮影中で申し訳ないんですけど、今スマホ2台持ちしてるんですが、今だけね、この今、カウント中だけよ。その、人鬼がね、入手できたんですけど、ね、こちらではまだ入手できないということで、まあでも、その分楽しみはね、あるんで、青鬼ウイルスが入手できるっていう。だから、人鬼使いたいっていう欲求は収まったから、あとは入手するだけ。もう人鬼を操作したい、人鬼を操作したいっていうのは、もうサブチャンネルっていうか、サブアカウントの方で散々もう経験したので、はい。なので、今回は、がっつり、やっていきたいと思います。さあこのメガネくんがメガネ怪力になっていく。ああ恥ずかしい。さてじゃあ行きましょうか。ああこのステージか。このステージなんか今止まってなかった。君大丈夫かすごい怪しいんだけど、怖いんだけど、このこのタクロ怖いんだけど、なんかやだな。まあ行きましょう。このタクロが多分今バグって動いたわけではない。お、人鬼さんですね。ハロー。ハロー、人鬼さん。さて、じゃあこっち行きましょうか。お、いたね。いやー、今回なんか最終地点2階な気がするな。でもこれ今行ったらやばいかな。ちら？あ、大丈夫。いやー、どっちだ、最終地点。でもな、なんか今、プレイヤーみんな2階にいたんですよ。結構多めのね。でも、最初に出てきたのが2階だったからだけであって、逆に、ここで、1階にいてみようか。で、その、プレイヤー、他のプレイヤーってか、プレイヤーたちは全員、その2階なわけじゃないですか。ほら来て。みんな来たな。ま、まずい。今の動くべきだったんじゃない？大丈夫、セーフでーす。オッケー。だから僕は今回1階だと思って立ち回りましょう。はい。いや、これ1階だね。でも結局とりあえずガスマスク取れてないですけどって。取れてないですね。待って、予想外。ちょっと待って。だから他のプレイ、あ、でもプレイヤー多分もう今毒斬り来たと思ったらみんな下に来てるよな、おそらく。さあ、それでは私、マッチョが、ガスマスティングを高らかに歌い上げたいと思います。ガスんー、青玉1個。ガスマスティングを高らかに言いたいと思います。ガスマんー、青ゼミ1枚。オーメイソンかっこ、おっせ、せい、せい、ほせ。どちらも待って、大丈夫、大丈夫、大丈夫。31人。元阪神の浜中選手の、背番号ですね。31。31じゃないわ。31をもう一回連呼する必要はなかった。ガスマスクがぜひとも欲しい。しかしこれ2体いる。あ、今、待って、これまずいかも。大丈夫か。今ちょっと正直危なかったですね。今のプレイはよろしくないと思います。はい。こっちに逃げた時に青鬼が、反対側から来たらもう逃げ場ないので、終わるんで、最高の方法はここでぐるぐるすることだったんですけど、今のダメね。今のダメなプレイよ。そう。それを見せるために僕は頑張っている。そう。お父さん頑張ってるぞ。ちょっと待てよ。はい、ここで。ここで。来た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 、たぎってきた僕の。ごめん、あ、もうちょっと待って。なるほど。待て待て、最終地点がなんか珍しくこっちなのか。いや、だいたい上だよな。いや、でもドッキリ来てない。わかんない。でもガスマスク持ってる人いるのか。いるってか、いるんだろうけど少ないんじゃないかな。ちら、ちょっと待ってみようか。ドッキリが上から来ようが下から来ようが、はっ、大丈夫でーす。僕狙われてるから大丈夫です。なんてだって僕ローラースケート履いてるからね。うん、光電池だから。あ、うん、大丈夫大丈夫、諸星光になるから。よしよし、オッケー、ローラースケート、サンキュー。いやー、プレゼント欲しかった、プレゼント欲しかった、プレゼント欲しかった。取られた。さあ、残り4人、残り4人だけど、全然ドッキリ来ないな、珍しい。あー、でも来てる。あー、最終点こっちだ。やったぜ、これを。あ、ちょっと待って、ここ回れないね、ここ回れない、ここ回れないね、ここ回れないね、気ぃつけや。ここ回れないから気ぃつけや。待って、じゃあここでもう一回、あー、プレゼントボックス、ガスマスクは取らせない。他の人にガスマスクを取らせない立ち回り。取られた普通に取られた。やばい、これまた同着になりそう、また同着になりそうな気がするんですが、さあ、バケキクリミンさんとの勝負ですね。これ多分チキンレースになりそうな気がする先に青鬼から離れた方が負け。ここはまだいい。こっからよ、こっからよ。なんかラグで勝った。やったー、戦闘成功、最後の一人だ。
はい、ということで、今回はですね、そのヤマタノオロチ、まあ、出現したよっていうことなので、まあおそらく、まあ今でいう多分今15分ぐらいかな。なので45分後ぐらいかな。はい。16時から、そちら、実況していきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあ今回この辺りで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。